りょじっちゃんの赤ずきにおすすめしたい G クラス。はい、ということで、はい、G クラス、はい、結構カラス豊富じゃないですか。豊富ですよね。いろいろあると思うんですけど、はい、いろいろあります、はいはい、今日は赤色っていうことで、りょじっちゃんにおすすめの G クラス紹介していただきたいなと思います。はい、赤ですね。赤です。はい、かしこまりました、はい、では今日はね、3台ちょっとご紹介、ぜひおすすめしたいモデルがありますので、順番にご紹介していきたいと思います、はい、はい、まず1台目なんですけれども、これは新型の G クラスで G350D マヌファクトゥーアエディション限定車ですね。限定車となっております。で、こちらはですね、外装からジュピターレッドというね、カラーが設定があります。で、ブラックアクセントが施されておりますので、まあ、これね、本当に赤好きにはたまらない1台かなと思いますね。確かにかっこいいですね。かっこいいですね。で、内装にもですね、レッドステッチだったりレッドシートベルトがこちら採用されておりますので、まあ、外も中もですね、赤好きにはこれ本当たまらない1台なんじゃないかなというふうに思います。このシートデザインは通常モデルの方でもあるんですけれども、この限定車唯一シートベンチレーターがねついております。なのでこれからの時期にもですね、非常に嬉しい装備ですし、機能もデザインもおすすめの1台となっております。で、続いて2台目なんですけれども、こちらは旧型 G クラスの G350D ヘリテージエディションとなっております、こちらも限定車なんですけれども、こちら外装カラーがインペリアルレッドというね、先ほど同様こちらの限定車はブラックアクセントが施されております。で、旧型 G クラスね、になりますので、やっぱりね、この渋いですよね。渋いですよね。はい、なのでね、この渋さを求められる方はぜひこの旧型の G350D ヘリテージエディションね、ぜひ、狙っていただきたいモデルかなと思います。ただ、台数がですね、玉数が少ないので、なかなかね、こう市場に出てくる、頻度も少ないと思いますので、まあ、ちょっとね、長期的に探されることがね、いいのかなというふうに思います。もう見つけた時はもう愛着湧きまくりで。湧きまくると思いますね。大事に乗りたいですね。はい。本当にね、これも赤好きにはたまらない一台だと思います。はい。で、続いて3台目なんですけれども、新型 G クラスの G63 エディション55というモデルになります。こちらも限定車ですね。こちらも限定車です。で、こちらはですね、外装カラー赤の設定はないんですよ。ないです。白と黒しかないんですけれども、これなぜ赤好きにおすすめかというとですね、革シートの色がですね、真っ赤なシートデザインとなっております。で、その他にも内装、こちらですね、レッドアクセントが随所に施されておりまして、フロアマットのロゴも、赤色のね、エディション55という風になってますし、イルミネーションステップの方もこれも赤色のね、字体になっておりますので、こちらはですね、内装が赤がね、本当に貴重になってますんで、これもね、ある意味本当に赤好きにはたまらない1台なんじゃないかなというふうに思います。ということでね、僕が赤好きにおすすめしたいモデル以上3台となっております。ありがとうございます。その他にもこのカラー紹介してほしいっていうのがありましたら、はい、ぜひコメント欄にそうですねお寄せいただければと思います、はい、ぜひコメントいただいて、まあ、りょじっちゃん推しの3台をですね、またご紹介していきたいなというふうに思います。そこは3台なんですね。はい、わ、はい、かりました。では次回、〇〇好きにおすすめしたい G クラスのコーナーでお会いしましょう。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。